こんにちは今回ですね、こちらの商品の、ま、アドバイスをしていきたいと思って、ま、動画を撮影していきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、早速、こちらの商品のですねアドバイスなんですけども、まずあのタイトルの方がちょっと短いかなっていうのがありますね。eBay って80文字ぐらいですね、あのタイトルの文字入れることができますので、あのタイトルっていうのはもうパンパンに入れた方がいいですね。パンパンっていうかバンバンに。 でこの商品ってあのジッポなのであの一番でかいキーワードっていうのがジッポになるんですよ、これってだからここのジッポっていうのはこれ一番左に持っていきましょう一番重要なキーワードっていうのは必ず一番左にですねあの持っていきましょうジッポはここですねあとここにハンディなんちゃらって書いてあるんですけどもジッポハンディなんちゃらでここカッコじゃなくてここ半角のスペース入れた方がいいですね だってこれだと A から O までこれつながってることになっちゃうと思うんですよだってここカッコで区切られてあの半角スペースじゃないのでこれカッコなんですよねだから A から O までがこれ一つの文章として多分つながっちゃってると思うのでここカッコじゃなくてあの半角スペースっていうのを入れた方がいいですね であとは、まあ、できれば、何年、何年式あの、いつ作られたかであったりとか、生年、生、製造日ですか製造年月ですかね。何年で、ね、作られてますとか、まあ、あとは何だろうな、ユーズドですよね。ユーズドとか、なんかレアだったら、なんかベリーレアって入れてみたりとか。 で、フリーシッピングだったら F スラッシュ S フリーシッピングっていう意味ですね。これ他の動画でも説明してるんですけども、まあそういったいろんなキーワードとか単語っていうのを入れまくって、まあ80文字前後ぐらいにですね、タイトルっていうのを入れた方がいいですね。だからここではまず10歩っていうのは一番左に持ってきて、 で、ここ A から O つながっちゃってますよね。だからここ、カッコっていうのを取っちゃって、ここ半角スペース入れて、ここ半角スペース入れましょうって感じですね。まあ、それぐらいですかね。あと何かこの z i p に対してわかることっていうのがあれば入れた方がいいと思いますね。翻訳して。 じゃあ次なんですけどもこれ329円で販売されてるんですけどもこれ多分送料とか手数料を加味したら多分マイナス赤字になっちゃうと思うんですよまあ、多分ですけどもでジッポっても世界的に有名な商品だと思うので、まあ、普通にこれだったらなんなんかな2000円とか3000円ぐらいで出品しても売れそうな感じはしますけど、まあ、やっぱりあの最初に家にあるいらないものを売ってですね不要品っていうのを売って あの評価を稼いだりとかあの出品する例えば練習にするっていうのが非常にいいと思いますので、まあ、そういったことは特に気にせずですねどんどん家にある不要品っていうのを売っていってあの練習していってもらうのがまあ一番いいんじゃないかなと思いますね、まあ、だからまあ問題ないかなと思いますでシッピングもここフリーエコノミーシッインターナルシッピングになってますので、まあ、特に問題ないと思いますねでここシップトーってあるんですけども ここの eBay のデフォルトってユナイテッドステーツ、アメリカだけになってるんですよ。だからここをあの送料の設定のところでワールドワイド、世界中にあの販売できますっていう設定にするんですけども、この設定の仕方っていうのはですね僕の,あの eBay の発送方法、出品方法の動画っていうのがありますのであのそちらの方で設定方法書いてありますので気になった方はです、ね、チェックしてみてください。 まあここタイトル直してあとはえ値段の方ですねもうちょっと高くてもいいんじゃないかなって形なんですけどまあ最初はまあいいんじゃないかなと思いますねあと写真なんですけどもこれよく見てください横になってると思うんですよこれこれできればこう縦に直したいですよね縦に直したいって感じですかねこれとかもで背景とかはなんかちゃんと白にまとめててすごい綺麗に撮れてて まあ全然問題ないかなーって思いますねあれこれどうやって戻るんだろうあこれかあ戻ったそうそうですねで中身もちゃんとこれすごい綺麗に取れてるのでまあ横 ちょっとあの向きっていうのが横になっちゃってるので縦にした方がいいのかなと思いますしあと細かいことを言えばここのなんだろうなこの隙間ここの隙間とかですかねこういうのもやっぱりない方が綺麗に写ると思うのでまあそれぐらいですかねあとこれに関してはちょっと写真がぼやけてるなーっていうのがちょっとありますのでまあ綺麗に撮れたらいいんじゃないかなと思います あでも、写真とかはすごい綺麗に撮れてるので、あので写真も6枚いいですかね、全部で、まあ。たくさん撮れてるのですごいいいと思いますね。すごい綺麗に撮れてると思います。であとあの、これ、商品の、えっと、概要欄なんですけども、ちゃんと、えー、ユーズド、でャジャパニーズとかで、サイズとかもすごいちゃんと綺麗に書いてあるので、うん、すごいいいと思いますね。 で、ここもちょっとあの、文字がやっぱりおわちゃおわちゃしちゃってるじゃないですか。ここも、えっと、開業してなかったりとか。で、僕の、確かあの、なんだろうな、eBay の、えっと、テンプレートあげますっていう動画があるので、一回それ見てください。で、僕の方でですね、きれいなここのテンプレートの動画っていうのを、あげ、あの、無料で上げる動画があるので、そこを見てですね、あの、LINE アットの方で、 あのー、動画ですね動画見たんですけども、テンプレート欲しいですって言っていただければ、LINE アットの方でです、ねえっと、ここの動画の HTML の文字列っていうのをお送りしますので,で、その貼り方っていうのも、その動画の中にしっかりと記載されてありますので、そこだけ、まあ、もうちょっと綺麗にしていただき、まあ、すごい綺麗なんですけども、もっと分かりやすく綺麗にする方法っていうのがありますので、ちょっとそちらの方もぜひ活用してみていただければなと思います。 アドバイスとしては、まずじゃあ、まとめ、まとめますと、タイトルですよね。タイトルをさっき言ったように直しましょうという形で。で、これだと、あと多分赤字になっちゃうので、まあ、ちょっとでもプラスになった方がいいんじゃないかなと思いますね。で、あとは写真なんですけども、これ、ちょっとぼやけてるのと、横になっちゃってますよね。で、あとまあ、この隙間とか、まあ、ちょっとまあ、なんだろうな、細かいんですけども、のない方がやっぱちょっと綺麗に見えますよね、みたいな。 これ多分光で撮ってると思うんですけども蛍光灯っていうかその家の光で,でこれあの例えば日光で撮った方が全然多分綺麗に写ると思うので日光でですね、1回写真撮ってみてくださいそうしたら多分すごく綺麗に写ると思う日光っていうのはもう午前中とかお昼とかですねあのまずカーテンを開けてこの商品っていうのをその窓際の方に持ってって でその日光の光だけでですね写真を撮ってください。もう光とかなしで。そうすると、すごい綺麗に撮れると思いますので、ちょっと一回チャレンジしてみてください。であと、ここの方はですね僕のテンプレートあげますっていう動画があるので、一回そちらの方ですね。でこ,のこの部分の書き方とかよくわかんないという方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、確かあのテンプレートあげますみたいな動画があるので、それチェックしていただければ、あこんなに綺麗にできるんだっていうのがわかると思いますので、ちょっと確認してみてください。 でこんな感じでですね、まあ、LINE アットの方とかでも、まあ、質問とか頂い,いてもですね、答えることもできますし、 まあ、あとはこれからですね、ちょっとメルマガとかも始めようと思っており,おりますので、まあ、メルマガで、例えば eBay のやり方であったりとか、あとまあ eBay よりも僕からしたら稼げる方法のやり方、稼げる方法の考え方とかマインドの方が僕は重要だと思いますので、まあ、そういったところにフォーカスしてですね、ちょっとメルマガの方で配信してい,くいきたいなと思ってますので、まあ、ぜひ今後ともですね、あのチャンネル登録とか LINE アッのご登録の方ですね、よろしくお願いいたします。じゃあ、ありがとうございました。